ちょっと木原さんの件に戻りますと、うん、木原さんの場合は、うん、まあ木原さんのせいじゃない部分もあると思うんですけど、うん、木原さんが圧力かけたら別ですよ、だけどじゃあ僕は圧力かけてませんと、うん、で妻に関しての問題は、うん、自分が結婚する前のことですって記者会見をするしかないと思うんですよ、うん、はっきり言えばいいんですよね。 そうそうそう、それをしないと、うん、逆に疑惑だけが残ってると、うんうん、次も大臣やるとか、うんうん、やりづらくなっちゃうんで、うん、まあ、でも、はい、だからこれ岸田政権の、はい、まあなんていうかな、命取りみたいなことになっちゃうんですよ、そう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 、下手したらね、はい、そうなんです、その明田さんの身の処し方一つでね、はい、文春の新聞不審ではね、木原氏夫人が殺人事件の重要参考人だと文春が報じたのに、政界が沈黙するのは所詮週刊誌だと高をくくっているから、毎日新聞の、特別編集員が初めて書いたんですけどね、はい、山田隆夫さんが、うん、永田町を批判するばかりで、じゃあてめえの新聞やテレビが報じない理由を書いていないと、その首相の 右上手と言われる人物のスキャンダルをする、それを会見がなかった、刑事事件にならなかった、政界が静かと人のせいにすると、はい、これはおかしいんじゃないかと、まあ、確かにさっき言ったように、うん、新聞記者も取材しろよという話ですよね、はい、これ、はい、新聞はほとんど書かない、佐藤刑事が記者会見した時に産経が5段でちょっと書いたのと、はい、山田隆夫さんのそのコラムと朝日の天星人号ですね、はい、そのぐらいですね。ジャニーズ問題に関しても、まあ、国連が来てね、うん、ああいうふうにやってるのは、うん、なんかちょっと恥ずかしいですよね、うん、わざわざ来て取材されるまで、はい、日本のテレビ局とか新聞社は全然報じてないわけじゃないですか、うん、そうだよ、めちゃくちゃ恥ずかしいなと、うん、それでまた日本が人権侵害の国のね、うん、まあ、ランキングに入っちゃうっていうのが非常になんか残念な感じですよね、うんうん、そうだね、はい、このなんかちょっとダブスターっていうか、うん、やっぱまあ、雑誌はねまだ別々に組織が小さいから特集するテーマがバラバラであってもいいと思うんですけど、うんうんうん、新聞テレビは広く世の中を見て、うん、あこれ問題だなってあったら、うんうん、やっぱ明らかにそれを追求しなきゃいけない問題じゃないですか、うんうん、だからジャニーズもそうだと思うし、うんうん、この木原事件もさすがに政権がひっくり返る可能性があるわけだから、うん、やっぱ取材して報じるべきじゃないかなと思います。いやそうですね、はい、松川さんのはどうでもいい話じゃないですか、うんうん、はい、そうそう、だからあんな観光行ったかどうかのところでね、なんか別に研修行って24時間研修やってるわけじゃないから、ギャンギャンやられるくらいであれば、はい、文春はですね、はい、福原が泣きついた芸能界のドンっていうのやってますけどね、はい、福原愛も随分だなと思うねこの事件を読むとそうですね、要するに離婚して、はい、子供2人、はい、共同親権だっていうことを、はい、台湾のその法廷でですね、はい、話し合ってですね認められて共同親権になってるわけですよ、はい、だから普段はその郷さんっていうのですかな、はい、この、ご主人の方に子供たちがいるんだけど、はい、夏休みかなんかでですね、はい、福原愛さんに、まあ、はい、渡したわけですよね、はい、だけど長女はパパと離れたくないと言って、うん、行かなかった、はい、で福原は長男を抱っこして、その場を立ち去ろうとしたんですよね、うん、でまあ連れてっちゃったわけですね、はい、その時もその郷さんが不安に思ってですね、うん、言い争いになって、まあその台湾のその警察も出動する事態になったと、はい、まあ揉めに揉めてた、離婚の際に交わした取り決めでは子供との面会交流の期間中親同士は連絡を取り合い子供の状況を共有しなければならないと、そうです、ね、こう約束になった、はいはい、ところがその帰国しちゃって一人連れてってですね、長男連れてったですね、うん、1週間が過ぎた頃もう連絡が取れなくなっちゃった、そうです、これはやっぱり僕は福原さんの方に無理があると思いますよ、そういう、そうですね、うん、あとまあ日本の母親が連れてっても OK という、うん、日本はまあそう単独親権だからね、単独親権のあれがあるんで、うん、子供を拉致した親、うん、母親が勝ちになってしまう、そうそう、だからうちでほら実施委員会っていう本出してますけど、はい、出しますよね、まさにそういうことなんですよ、はい、そこですよね、だからそれに沿ってやっちゃったと思うんですよ、うんうんうん、ところがこれ、うん、台湾で判決が出てるから、うん、共同じゃないですか、うん、夫婦の2人、そうそう、親権だからね、両親が親権を持つという流れなので、これでちょっとその見余ってるというか作戦をね、うん、しかも7月20日付で東京家庭裁判所からも長男を引き渡すように
福原に命じる保全命令が出ているんです。そうですよね、うん、だから日本の裁判所もですね、はい、福原さんに悪いと返しなさいと、そうですね、こう言ってるわけですよ、はい、それを返さないんだからね、はい、これはまた随分だなと思いますけどね。そうですね、うん、だってそれは子供がかわいそうだよ、はい、そう、うん、どっち言ったらいいよ。それで共同親権で時々面会するようなシステムになってるわけだから、はい、ある一定期間 ね、それを守ってやるしかないじゃない、はい、福原愛は、はい、うん、でもこれでも日本の弁護士会はどのように捉えてるんでしょうね、うん、あだって、うん、その単独親権のままでいて、おいしい目になってるわけじゃないですか、うんうんうん、はい、それで飯食ってるみたいな状況で、うん、そうそう、なのに、うん、この事件が持ち込まれてちょっと迷惑だなって思ってるんじゃないかなかも、ね、と思うんですよね、うん、はい、これも多分国際的な形のね、もう共同親権、共同親権日本もなるしか持っていくしかないんですよ、 ないと思うんですよね、今後、うん、日本も今後は、離婚も増えるし、うちはずっとキャンペーン的にやってるし、はい、本も出してるし、ね、何部もそういう記事出してますけど、はい、本当そうなんですよ、 そうですね、そうならざるを得ないんですよね、はい、うん、だってこれをさ、あの弁護士どもが食い物にしてるわけですよ、ですね、はっきり言って、はい、そもそもは福原さんの不倫から始まった話だわけね、はい、まあそうなんですよね、うん、そうでしょ、はい、そうです、だからこれはもう、ね、ダブル不倫で始まった話ですからね、うん、そう、今でもその相手と付き合ってるというか、付き合ってるんですよね、はい、別れたって言ったんだけどまた付き合ってると、はい、本当に気の毒なのは子供たちだっていうのは全くそうですね、これは、はい、で郷さんの方はこのまま長男の引き渡しが実現しなければ、うん、未成年誘拐罪で刑事告発も辞さない構えって言うんですけど、ね、はい、そんなことにならないことを祈ってますよ、うん、だからまあその愛さんももちろん子供が可愛いっていうのはしょうがないけど、はい、自分の、あの不始末でそういうことになったんだし、うん、それはやっぱり決まりをちゃんと守らなきゃしょうがないでしょ、これ ね、 そ う、 ですね、うん、そういうふうに思いますね、うん、はい、あのちっちゃな愛ちゃんが一生懸命ほら、うん、あのラケット振ってたシーンを泣きながらね、うん、国民全員が見てますからね、覚えてますけど、ね、はい、その人がこんなごたごたに巻き込まれたってんだっていうのもね巻き込まれてるというか超多いですからね、まあ、自分があれしちゃうんですけど、はい、これはちょっと、はい、具合悪いと思いますよ、これちょっとなんか衝撃ですよね、うん、はい、それでしかもその、はい、まずいことにさ、はい、福原愛がですね、はい、電通スポーツパートナーと契約を結んでいたが21年生にマネジメント契約が終了を迎えたと、はい、そこで彼女が泣きついたのが、うん、芸能界のドンだったバーニングプロダクション社長の宋郁夫氏です、はい、宋氏は彼女を関係の深いプロダクションに預けました。福原は露出を増やし2022年6月から情報番組やバラエティ番組に次々出演するようになりました。どの番組でも不倫騒動は完全にスルーでした、うん、っていう感じだったよね、はいはい、ドンは僕もよく知ってるんですけどね。そうですね、まあ、ドンももうかなり年老いたけどね、はい、この前電話で話したんだけどちょっとあんまりうん、うんうん、ハキハキしなかったな。うん、そうですか、うん、ここで決まったあれを守るしかないよ、アイさんは、はい、せっかく卓球って今マーケットがでかくなってて、ね、テレビで普通に T リーグまでもできてきたんで放送されるじゃないですか、うん、そうですね、なんか、まあ、世界ランクも高いんで、うん、テニスなんかより全然人気になっちゃってるの で、うん、そうですね、なのでやっぱりなんかマーケットね、うん、大きくなってるから仕事はいっぱい本来あるはずなの で、はい、でね、なんかちょっとうまくやってほしいなと思うんですよね、うんうん、いやいやそうなんだよな、はい、